はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。カイバーセットです。さあ本日なんですが、診断で強化されたマスターオブドラゴンマギア、これ使っていきたいと思います。まあね、あの一回ね、あの覇王魔術師デッキでご紹介したと思うんですけど、今回はですね、あの楽園にぶち込んでみました。はい、あのね、正直これ前の動画でも言ったんですけど、ブルーアイズデッキとかブラックマーシャンデッキに入れるドラゴンマギアって強くないんですよなんでかっていうと、あんま出ないからです。でしかもなんか、それを出そうと思って専用構築したところで、ドラゴンマギア短期で勝てるほど甘くないんで、この環境なんで。ドラゴンマギアはどういう風に使うのがいいのかっていうと、まあいろんなも妨害ができるデッキの中に、まあ添え物として出すのが一番強いんですね。まあこいつ短期で勝てるほど環境が甘くないからっていう理由です。で、まあドラゴンマギアを出す方法っていうのはいくつかあるんですけど、基本的にね、コンボパーツがある程度必要なんですよ。1枚から特殊召喚するとかもう一応できるんですけど、そういうことすると基本的になんか盤面がドラゴンマギア短期とか、なんかまあよくて2妨害くらいになって、なんかあんま強くないから、だから今回はその楽園の動きの中から天帝の使徒を採用して、天帝の使徒の動きの中をその動きの中に取り入れて出していくっていう、そういうまあ構築にしてます。天帝の使徒っていうのはまあ基本的にそのドラゴンは持ってこれるんですけど、マクシムストラグマがめちゃくちゃ優秀で、エクストラデッキから、カード名が異なるモンスター2体墓地を送るって効果なんですね。だからこれアークデクレアラーと、アルティメットドラゴンとか送れるんですよ、これ普通にね。そうするとカオスマックスサーチながらアルティメット墓地を送って、あとはアルティメットフュージョンあればもう融合できるんですよ。それでそれだけで、アルティメットフュージョン速攻魔法で相手のターンでも打てますから、これでもうドラゴンマギアが確定しますし、その他にもいろんな各種いろんなルートで楽園ってそのドラゴン族モンスターとかこの辺にそのアクセスする手段が多いんですね。例えばグランギニョルでアルティメットドラゴンが落とせるとか、グランギニョルでカオスマックスが落とせる、あとはまあ融合強兵でアルティメットドラゴン出しておいてからカルテシアで融合するとかね、まあ、融合手段めっちゃ多いんですよ。例えばカルテシアで、まあ、ここ融合してもいいし、白の楽園でこう融合してもいいし、赤の楽園で、まあ、融合してもいいよね。まあ、もちろんアルティメットフュージョンで融合してもいい。で、このアルティメットドラゴンとかカオスマックスのアクセスは、例えば、融合強兵引いててもいいし、あとマグナムートでサーチしてもいいし、融合強兵で、出してもいい。いろんな方法で、まあ、アクセスができるから、結構楽園普通に回しながらミラージェイドとかその後ろの、まあ、魔法トラップ構えながら、普通にそのドラゴンマギアも添えることもできちゃうっていう、まあ、そういう動きができることがこの楽園ドラゴンマギアの強いところだ。要はドラゴンマギア全力じゃなくてミラージェイドとかグランギニョのルール割レースとかで戦っていきつつ、横にドラゴンマギアもいるみたいな、そんな感じの動きができるんですよね。これが一番強いと思います、正直。はい、こういうことができる方が、まあぶっちゃけね、マギアね、出そうと思ったらいくらでも出るんですよ。なんか、イゾレとかセレッサスが出るんですけど。やっぱね、こういうデッキで入れるマギアが一番強い。と思った。使ってて。はい。早速やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。うわ、なんかこの組み合わせいけそう。この組み合わせなんかいけそうだな。これちなみになんですけど、かなりアドリブ展開が要求されます。ちなみにこのデッキは、マジで難しいです。俺ごときが回せるデッキではないという、自分で作っといて自分では回せないってやつですね。いや、マジなんですよ。マジでこれさ、楽園ってそもそもむずいのにさ、これドラゴンマギアのルートもさ、入れようと思うとめちゃくちゃむずいんだよね、これ。もうちょっと一回、クエミ効果発動しましょう。とりあえずアレバスとか送っといたらいいか。一旦。で、融合強兵を発動。融合強兵の効果によってブルーアイツアルティメットドラゴン特殊召喚で、クエム効果発動で、自分の墓地から、アルバスを特殊召喚し、ほい、そしてカルテの効果発動する、カルテシア効果、グランギニョルを出していく。ね、融合がね、究極融合ないから、カルテシアの効果で融合しなきゃいけないから、カルテシアを盤面に戻さないといけない、どっかで。カルテシアを盤面にどっかで戻さなければならない。で、グランギニョルの効果。で、ここは、ちょっと待ってね。ドラグマ会えるからね、これね、ガルーラでいいね。で、ガルーラでワンドロー入れつつ、マクシムス特殊召喚して、マクシムス効果で、落としてね。あ、アルティメット以上来た、アルティメットフュージョン来たのでかっ。いや、まあでもこのターンは出せねえな。マクシムスドラグマの効果発動で、ガレウラ除外取得召喚、
はい、これで、マクシムス・ドラグマンの効果を発動して、カオスマックスを持ってくるので、アーデックが確定で、こうだね。これちなみに相手を楽園とかだとめちゃくちゃアドバンテージ稼がれるんだけど、トガヒメタルク、あ、OK。トガヒメタルク、この属性系だな。で、カオスマックスを、手札に加えていく。OK。で、カードを1枚セットして、これで、アルビオンでセットできるのは、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これで、こうして、真っ赤の楽園か。これでいいと思います。はい。で、カルテシア効果発動はこれしていいんでしたっけ？はい、これで、究極で融合でペッて出して、で、赤で回収してたから、これいけるな。これ大丈夫だ。多分なんか俺の脳内でいけてる。俺の脳内ではいけてる。脳内では。さあ、ポプルス OK。ポプルス効果。メインフェーズにしか打てないんですよね、究極融合。ちょっと一発します。アルティメットフュージョンを発動。アルティメットフュージョンの効果により、あの一応これ破壊効果あんな。ちょっと破壊効果、これポップルス破壊って意味わかんないこと起きるけど、まあでもモンスター効果使われるよりはマシだよな。でブラライツカオスマックスドラゴンとアルティメットドラゴンを融合し、アラレオマストオブドラゴン投げ、さらにカードを破壊。いやこれあんま意味ねえマジこの破壊。いやでもモンスター消すのはいいことだな、これ多分召喚剣使ったしな。でポップルスを爆破し、そして、あ、邪眼神殿了解です。これあれか、あのシンプルスネークアイか。シンプルスネークアイ。で、スネークアイズポプルスの効果を発動して、魔法トラップゾーンに置かれるという効果。これとはね、一旦赤の楽園で打ちたいので、で、墓穴って言われるかもしれないけども、ポニックス、はい。なるほど。炎王スネークアイか。これ、新天章とか、普通にサーチされたらまあまあうざいんで、まあこれ普通にモンスター効果出てきた時にこうしようさ。でポプルスが置かれて、でポニックスがなんかウェーって言って円をあこれ発動できるのか。いやでもこれ発動したら無効にできないな。これ発動したら無効にできない。ちょっとグランゲルが一回黙ってくれる。一回黙ってもらって、ちょっと待ってこれ妨害の当て方むずでマスターブドラゴンマギアの効果、ポニックスを無効にして爆破。俺これで炎王神獣ガルドニクスが言うたら泣いちゃうよ、さすがに。さすがにそう泣いちゃう。そろそろ出したらいいかじゃん。そろそろ出しに行った方がいい説あるな。邪眼神殿、オッケー。邪眼神殿。邪眼神殿はいいか、別に。邪眼神殿は、あ、これでもチェーンしなきゃあかんのか、これ。いや、まあ、関係ねえか。邪眼神殿、あ、出てくるよな。え、これやべやべ、ちょっと待って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 待で、これ墓穴打つか、あ、ないか、オッケー。で、あればその楽園回収して、ちょっと待って、回し方下手くそすぎたな。これでいいか。だからやらんだよ、このデッキむずすぎんだって、マジでくっそむずいんだよな、このデッキで。ミラちゃん出して、はい、で、ミラちゃん出してきて、で、邪眼神殿の効果によって、まあそれが出てくるのはもう戻るべきで、もうやべえ、もう26秒しかねえ。展開あまりにもアドリブすぎてすげえ考えてたから26秒しかねえ。でどっか行けお前、キュッ。でこれはアルビオンで OK で、ここ回収、あ、除外で、アルビオン効果でなんかわかんねえけど、楽園融合かなんか持ってきてる。楽園融合持ってきておいて、はい、 OK、 よし、ドロー、レスピアン OK。 まああと殴れ勝ちか。ちなみにこれドラゴンマギアさん打点5000あるんでね、ポニックスはいいよ。打点5000やばくない？まあこれキリンとか言われても、まあ言うてなんか大丈夫そうなんで、まあ殴るか。このデッキちょっとむずすぎて僕には扱いきれません。誰か頑張ってください。対戦ありがとうございました。まあドラゴンマギアはかっこいい。また複雑なハンド来たなこれ。どうすりゃいいかな。
まあ、とりあえず破片多いですか。破片打つ、カルテ出す、はい。で、ですね、まあ、とりあえず一旦楽園の起源打ちまして、ドレイドブルーミングを、墓地に送ってアルビオンからこれでこれは素材にしないといけないから、まあ、これ黒交流かなんかでいいか、はい。でですね、そしたらですね、ちょっと待ってくださいね。黒交流の効果発動します。楽園の起源発動で、こうします。でルベリオン効果使います。マグナムート持ってきます。で副楽園貼ります。なんか回り出してるぞ、意外と回り出してる意外と回り出してる。でドルイドブルーミングをゲームから除外して特殊召喚、はい。で効果発動、効果発動、さあこれで1枚ドローで、何を持ってくるかなんだけど、よっよっと、あ、福楽院か、なるほど、まあまあ悪くないや、悪くはない。で福楽院発動、福楽院でまだ召喚器を使ったんよな、だからちょっと待って、でこれで特殊召喚する、これ回収しても意味ないから、ちょマジでさ、このデッキさ、なんかさ固定の展開ルートなさすぎてマジでむずいんだよね固定展開ルートみたいなやつさ、やっぱ基本的には異形な遊戯王ってあるんですよ、大体ね、大体ちょないんですよこのデッキ、マジやばくないですかこのデッキ。ってか楽園が割とねそういうタイプのデッキなんだけど、なんかなんだろうな、自分のその配られた、まあ、手配ハイパイによって、まあ、対応を変えるみたいな感じの、まあ、デッキなんで、ちょっとねなかなか難しいですよね。でこれグランギニョル、テンティロシとかあるとね分かりやすいんだけどね。でグランギニョル効果と、失楽院の効果、俺はまだ召喚剣を使っていない、俺はまだ召喚剣を使っていない。クエム召喚、ちょっと頭バグりそうマジで。グランギニョル効果、グランギニョル効果は何落としてんだこれこれはガルーラでいいか適当にガルーラでいいや。ちょっとこれでカオスマックスはマグラムートで予約できてるんで、あーそっちか。クエム召喚で、で効果発動で、クエムの効果発動して、まあ、アルバス落としておいて、ほんで融合強兵を発動、融合強兵によってアルティメットブルーアイズ、アルティメットドラゴン特殊化で、クエムの効果を発動する。でカルテ出して OK でですね、ちょっと待ってくださいね、アルビン落ちてんですね。だから楽園融合、楽園じゃない、赤の楽園開始できるから、赤の楽園からのこうしてこうして、だからこれコスト1枚足んねえか、これ回収しなきゃダメだな。楽園断罪の効果発動する、ほんで起源回収するでしょ。でこれコストにしないといけないから、これでエンドフェーズアルビオンで赤の楽園手札で打つ、回収で、ビンステッドマグナムートの効果、ブルーアイズカオスマックスドラゴン回収楽園流アルビオンの効果によって赤の楽園を、セットしないで、そのまま赤の楽園を発動、赤の楽園の効果によって自分の墓地のアルバスの楽園を回収、そして融合召喚を行うことができる。闇属性なんで、これとこれを除外しまして、そして深淵竜リベリオン特殊召喚、深淵竜リベリオンの効果と除外されたこの鳥の効果を発動、キュイ鳥の効果によってアルバス系のモンスター一体をサーチし、リベリオンによって融合、なんか適当にアルバスで持ってきとくか。これによりリベリオンの効果によりミラージェイド融合召喚、キュイこれでいいか、うわー、危険でミラージェイド爆弾、オッケー。これで相手のターンだったらカルテシアで融合すればいいんで、ドラゴンマギア出ます、来ました、よし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 、いいぞ、今のところ仲が強いぞ。メインフェル中なんだけどな、基本的にメインフェル中しか打てないから、私の効果
指定の開門、なるほど、リベルかな。打っていいな、打っていい、打っていいよな、打っていいよな、打っていいよな、打っていいな、打っていいな。赤の聖女カルテシアの効果を発動。赤の聖女カルテシアの効果により融合召喚を行う。うわあ、もちろん俺はフィールド上のアルティメットドラゴンとカオスマックスの融合召喚、あらあれマスターフドラゴンバギア、かっこいいバリかっけー、バリかっけー、マジこのモンスターマジかっこいい。イラストだったらマジで本当にティアワンだな。イラストアドだけやったらマジでティアワンだ。で、まあ、なんでもいい、これアルビオン機関が持ってきたか。はい、さあかかってこいや、かかってこいや、ボケイベール、なるほど。あー、ファントムうぜーファントムうぜー、ファントムマジうぜー。スクラクインコか。で、マグナムート特殊召喚。さあ圧倒的アドバンテージを稼いでいくからな、これでいいぞ。まあ、なかなか、まあでもファントムぐらいだったら、まあ、別に楽園の獣とかでぶち壊せるから。で、マグナムートの効果を発動。マグナムートの効果によって、エンドフェーズのサーチが入るね。よし、さあ相手の手札残り4枚。アンコの将来神、あ、いいだろ、アンコの将来神はしょうがねえか。セット、あ、シャバラ、なるほど、ダル、これなんだ、これ破壊魔法トラップかうざ、まあ、それも別にいいか。まだまだマストカウンターではない。いやー強い、破壊飛行力強い。まあでもこの効果使うと一応悪魔族しか出せないから、あー、これグランギニョルの方が使っていいね。これグランギニョル効果発動して、でグランギニョルは、ドラグマかデスペアが出てくるよっていう効果ですね。はい、ドラグマかデスペアが出てくるよという効果。さあどうしますか、止めます。止めたら、止めたら別にいいですしね。あー、止めない、はい、オッケー。ってことはルビオバリスが爆弾しますよ。さあグランギニョルの効果によって現れよ、デスピアン・ルルワリリス爆弾。結構盤面すごい、なんかいい感じになってきたな盤面なんかすごいな、なんか。で、フクラクインの効果を発動。フクラクインの効果によってグランギニョルを除外から戻してカードを1枚ドロー。はい、それはオッケーです。ファントムマジうっとし、ファントムちょっとそろそろ破壊したい。ファントムそろそろ破壊した方がいい説は結構ある。あー、今いらない。シュヤーマ効果、自分のフィードのカード破壊したらどうでもいいか。今それは結構どうでもいい、それは結構どうでもいいですよ。はい、でシュヤーマちゃんの方、えっ、あ、 お前その頃、その頃効果あったっけやべえ、全然見てなかった、やべえ、あ、やべえ、ちょ、マジか、マジか、やべえ、ちょっとそれやないわ、ミスった、やばいやばい、ちょ、楽園の獣くすぎ殺された、最悪。シュヤーマンか、その子ね、あ、うざ、うざすぎ、マジで。やばい、ファントムとかいうやつの、あ、デスキャスター OK です。デスキャ OK。で、デスピアン・ルルワリデスの効果発動して、フィールドの表側表情のカード1枚の効果を無効にしてる、いきたいよっていう効果を発動していく。で、これでファントム無効にしたらもう何もできないんじゃないって、多分。さあ、どうする？デスキャも無効にできるぜ、ちなみにこのカードは。さあ、なんか考えてんな。ファントム効果使うか、ファントム効果使いますか。はい、使います、ファントムね、 OK です。でファントムの効果使いました。でこれマギアでドヤ顔で無効にします。はい、ほんでミラージェイドの効果も使います。圧倒的除外が入れられて、で相手のモンスター吹き飛ばしますということで、アルビオンをぶっ飛ばして、でお前のデスキャスターとかいうキメイモンスターをこの世から消していくスタイル。よしあぶねあぶね、ちょっとシュヤーマンの方が全然理解できなかった。俺の魔法タップを破壊できるのかね。でフィードのカード一応無効にするか。はい、君無効で、いやもう手数出ないし、さすがにもうさすがに手数出ないでしょ、さすがにですよね、危ない、もう難しいってこのデッキ。うわー、これ先行欲しい人生でしたね、これさすがに、さすがに先行欲しすぎ人生でしたね。誓いのエンブレーマー、おお、センチリオン来たー。誓いのエンブレーマー、エンブレーマーカード、サーチカード追加されまして、 OCG の方でセンチリオンレベル8のシンクロモンスターが増えたんですよね。あれ結構強そうなんですよね、早く使いたいですよねって話をしてました、センチリオン界隈では。はい、さあプリミラちゃんの効果が起動して、あ、トゥルーで OK でしょう。
でティルディア召喚とでティルディア効果、あーオッケー、引っ込んで、あーオッケー。まあ言うてあのデッキ強いですけど結構除外には弱いんで、なんか普通にミラージェイドとかなんか頑張って出せればなんとあんじゃねえかっていう説あるんだけどね。はい、さあ2体でシンクロディアボランティス、おお、なんかよくわかんない展開来たぞ。知らん、ナイスの展開。マロディアボランティスはちなみに結構強くて、昆虫族なんでも墓地送れるんですけど、これがね割とね、なんかあの墓地送られたら強い昆虫族とかっていっぱいいるんですよね、植物族でもいいよ。これが結構展開に割と、あ、ゴキポール来た、やばい、ゴキポールは強い。ゴキポールは通常モンスター持っているシャインブラックまさかのシャインブラック来た、まさかのシャインブラックで、マロディアボランティスでチューナー化する、なるほど、チューナー化します、あーなるほどですね。でこれでガーゴイルが出てきて、あ、12シンクロか、よくわからん展開してるな、謎展開してるぞこれ。ここで12シンクロ投げけるからかすんのか、ちげえわ、レベル8のモンスターみたい。スプリガンズシップエクスプローラー、いやーそれはやばいんじゃない、これギガンティックってこと、あ、ギガンティックってことか、ギガンティックチャンピオンサルガス出てきた、ギガンティックチャンピオンサルガス効果発動して、タリホースプリガンズが持ってこられて、で展開される、なるほどね。タリホーって言って、こうタリホースプリガンズめちゃくちゃ強いんだよね、これほんと書いてることやばくてさ、まあ、最近エクシーズカップとかやってた方は知ってると思うんですけど、まあこういう風にねなりますから、はい、圧倒的に機械族3体っつってラドンとかもできますからこれめちゃくちゃ最強ですから、あ、これマジでそうやばい、宇宙巻き起こされてる、センチリオンからなんか謎にラドン出てきた、センチリオンからのラドンは草、ちょっと宇宙が巻き起こってるって、これはやばいって、何このデッキマジでわからん、え DDB、 やばい、殺そうとしてる俺のこと、もしかして、もしかして俺のこと殺そうとしてる、あー、クロトビングしちゃった、やばい、トークが2体出る、いやでもね、レベルを上げることさえできないから大丈夫なんだけど、え、これギャラクシークイーンズライトとか持ってんの、うーわ、必勝このデッキ、必勝、お前それセッチリオン使ってやることか。